またね、お別れ言わなきゃいけない選手発表されました。チェスソン君、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 チェスソン君選手、まあ、グンちゃん、おととしね、やってきて2年間お疲れ様でした。まあ、リーグ戦10試合得点こそなかったもののね、まあ、なかなか、まあ、出ればね、頑張ってくれた記憶は確かにあります。まあ、ただ、残念ながらね、お別れになった理由、やっぱ最大の理由がですね、まあ、アジア枠、まあ、このね、枠があるっていうのがやっぱ大変なんです。まあ、この枠がある以上、チェソン軍がバンフォーレに残ろうと思ったら、まあ、外人枠3枠、アジア枠1枠、この中の活躍をしなきゃいけない。そういう意味でね、A 契約25人、プラスアルファって、この、まあ、外国人枠、アジアと外人枠、4枠除いても21人、この枠に入ればいい日本人より、やっぱり厳しいんですね。まあ、今回、まあ、実際に、まあ、どうやらね、インドネシア人を取るとか、そういう噂の中で、まあ、その枠がなくなってしまって、まあ、枠の外に追いやられる形での、まあ、さようならとなってしまったようです。まあ、それでも甲府でね、まあ、いろんなポジションやってくれて、まあ、どれもやっぱりレギュラーに一歩足りなかったと、まあ、そうなってくると枠を使って残すってわけにもいかなくなってしまったと、まあ、ただ、まあ、チェソン軍がねサブにいるっていうのは一つ心強い要因ではありました。まあ、ですのでね、まあ、次のチームももう決まったようです。サガン鳥栖、まあ、去年一昨年は甲府より順位上のチーム、なおかつね、監督も韓国人ということで、まあ、意思の疎通、つまりですね、戦術理解という面でも今年以上の、まあ、結果を出せる、そういう環境に行けるということになりそうです。ということはね、まあ、一昨年オリンピック代表最終メンバーには選ばれていた、まあ、それもね、オリンピックの本来の代表より2世代2つ年上の選手に混じってそこまで選ばれていたほどの選手ですから、もちろんね、まあ、2年経験を積んで今年はそれ以上の活躍をしてくれるはずなんです。そんなチェソン軍とね、今年対戦しなきゃいけないのは怖いなって言えるぐらい、そしてね、成長した姿を見せてくれると思います。コセで中銀スタジアムでまた会いましょう。どうも、2年間ありがとうございました。この辺のジャンプは、